からは今朝の聞きたいです。中国政府は先月7日に新型コロナの感染対策を緩和した後、今月8日からは感染症への対応について最も厳しい対策が求められる水準から1段階引き下げました。これによって感染を徹底して抑え込むゼロコロナ政策は終了しました。しかし、あさって旧正月の春節を迎える中国では各地で感染が急拡大しています。中国政府は先月8日から今月12日までに新型コロナに感染して死亡した人が6万人近くになったと発表。また国内のメディアは感染症が累計で9億人に達したとする北京大学の研究チームの推計を伝えています。中国はなぜゼロコロナ政策を変えたんでしょうか。そして政策の変更を受けて2023年、今年の中国はどうなるんでしょうか。東アジア国際関係史がご専門で中国の政治外交に詳しい東京大学大学院教授の川島真さんに伺います。川島さん、おはようございます。はい、おはようございます。春節をあさってに控えた中国、今新型コロナの感染、川島さんどのようにご覧になってますか。はい、既にですね、12月あたりから大学生は帰郷というか故郷に戻ってますので、春節があるとしてもその民族大移動はある程度いつもよりは分散しているわけですね。ですので、こう流行が春節前後でピークに達する、そのピークの点を少し 下の方に下げようとする、そういう工夫をしているようでして、その点で上海や北京といったような大都市における感染はピークを過ぎたという話もあるんですけれども、しかしながら農村部、中小都市、地方においてはこれからピークになるというですね、大変厳しい状況になるんだと思うんですね。そういう意味では感染拡大というのはあるんでしょうけれども、このような方法で集団免疫を作っていって、1月の、末頃に全体のピークが来て、1月ぐらいで収まって、いくだろうと、そういうふうに彼らは見てるんじゃないかと思うんですね。で、3月初旬にですね、これから政治協商会議やる全国人民代表大会っていうのがあって、それでその政権の意向がこれで完了するんですけども、そして3月に北京である大きい会議をいわば開けるようにですね、ある種の状況を整えているというふうにも言えるかと思いますね。なるほど、政治日程から逆算してるという感じでしょうかね。そういう面もあるんじゃないかと思いますね。で、感染して死亡した人が6万人近くというデータですとか、累計で9億人に達したとする推計もされていますけれども、こうした数字についてはどうご覧になってますか。そうですね、先ほど申し上げたように、ある種の集団免疫というのが獲得されつつあるということをアピールしているんじゃないかと思いますけれども、中国政府自身はですね、11月の前半の段階、中央の共産党の常務委員会等においては、その病気の影響、とりわけ経済社会への影響を最小限にこれからやっていくんだということをもう宣言をしていまして、その宣言はしたんだけれども、しかしそれがうまく社会の方にこう具体的には政策として伝わらなかったということもあったということもありまして、中国共産党は自分たちのゼロコロナ政策が失敗したとかってことは言ってないんですよね。いわばゼロコロナ政策が成功したんだから、この今緩和しているんだというふうなことをとりあえず口では言っているということになるわけです。で、同時にですね、その11月の会議もですし、また12月にあった経済に関する中央経済工作会議というのがあるんですけども、そういうところでもですね、この医療体制が大変きつくなっていて、それぞれでちゃんと体制を強化していくであるとかですね、犠牲者の増加が見込まれるから対応をしっかりするといったことも一応議論もされているわけですね。から他方ですね、コロナによる死亡者のカウント統計を取る方法についても、極端に死亡者が少なくなるような方法を取ってますので、そこもまた問題になっているわけですね。高血圧の既往症があれば、その既往症が原因だということにしてますので、コロナによる死亡者がもう極端に少ないという統計になってしまっているわけです。ただそういう問題点は中国の人は分かっているし、その仮想上におけるその順番待ちも非常に後半も激しくてですね、状況が非常に逼迫しているということも分かってはいるんですけれども、人々としてはじゃあゼロコロナに戻してくれとも言いにくいですし、またある種の白い紙の持った運動の後こういうふうになりましたので、ある種政府の方の側は運動を受けて変えたような格好を取ってもいるので、社会の方の側としてはやっぱりゼロコロナがいいです、元に戻してくれって運動を起こすというわけにもいかないという、そういう状況に今あると思うんですね。なるほどね。政府としてデモのせいでゼロコロナを解除したわけじゃないと言いつつも、ゼロコロナ市民が要求したんだから
また戻すわけにいかないでしょうっていうスタンスを取ってるということですね。もちろん口ではそう言いませんけどね、うん、口では自分たちの政策が成功したと言いながらですね、反対運動に特に大きな、非常に強い弾圧はしなかったわけで、うん、それをまるで受け入れるかのような格好を取って政策を緩めておいて、はい、で社会の方がもう、実際ゼロコロナは困ると思っているので犠牲者が多くて厳しいと分かりながらも不満を持ちながらも大きな声で反対とは言えないというそういう状況が今続いているんでしょうね。これ中国当局はですね、今月10日中国を訪れる日本人へのビザの発給を一時的に停止したと発表してますね。この対応については川島さんどうご覧になってますか。日本側は中国の渡航者に対して、水際対策として空港等で、検査とですね、一時的な隔離というのを求めたわけですけれども、それへの対抗だと言いながら同じ対抗じゃないわけですよね、そこが一番の問題ですが、ただ中国はですね、すでに空港におけるその検査体制をもう相当に解除してしまっているので、はい、日本と同じことができないという可能性もありますし、またいずれにしても日本に対して日本がやったことよりもレベルが高い制裁を加えてある種、日本に何て言いましょうね、制裁的な意味というか言うことを聞けというふうに言ってる可能性がありますので、日本としてはこれを受けてこっちが柔軟になるとかってことは変えるとかそういうことをやる必要ないんじゃないかと私は個人的に思ってます。なるほど。日本と同じように例えば空港で PCR 検査を義務付けるとしても、中国はもうそれ解除してしまっているということですね。そうですね、そういうこともあるかもしれませんね。だけどもだからといってレベルを上に上げてきて日本よりも強いレベルでやってきて日本に解除を求めてくるわけですから、それはだいぶ高圧的といえば高圧的なわけで、それでこちらははい分かりましたというわけにはいかないですよね。なるほど。いずれにしても習近平政権としては、ゼロコロナ政策は成功したということで3月 の, その重要な政治会議に向かっていくということですね。そういうことですね、はい。で、そうしたことを今のところやっていて、日本としては変異株があるんじゃないかといろいろ心配があるんですけれども、中国政府としてはその、経済のことが非常に気になっているので、そのことも随分考慮しているんでしょうね。なるほど、はい。ここまで中国のコロナ政策、ゼロコロナ政策の転換を中心に伺っていきました。ではその政策の転換を受けた今年の中国はどうなるのか、この後伺います。今朝の聞きたいは中国のコロナ政策の転換と2023年の中国をテーマに、東京大学大学院教授の川島真さんに伺っています。川島さん、まずこのコロナ政策が転換された中国、政治の面ではどのような点に注目されてますか。まずですね、先ほど少し申しましたけれども、今年が習近平政権3期目への移行期にあるということですね、そして昨年の10月 の, その共産党のですね、20回党大会がありましたけれども、今年の3月の全国人民代表大会でそれが収束するわけですね。例えば今現在も 李克強総理は総理のままですので、中央のトップ共産党の方のトップ7からは外れましたけど、今でも彼は総理のままだけど、それが今度の3月5日のから始まる全人代でもって新しい首相が決まるわけですから、その政権移行というのを安定的に行うというのが共産党の中枢にとってとても大きな目標になるでしょうね。で、また加えてその政権の移行においてですね、この今年特に、滑り出しの3期目の頭になりますので、統治を安定させていくということが第一になり、やはりコロナを抑えつつ人々が求めていることですね、コロナを抑えるのが大事ですが、それに加えて経済をだんだんと戻していくこと、これがやはり大きなことで、そうした社会の要求というのを答えられない場合には非常に強い不満が政権に出る可能性がありますね。ゼロコロナ、政権としては成功したと言いながらも、去年ですね、白い紙を掲げる抗議活動もありました。政権批判も見られたと思うんですけれども、それがどれぐらい習近平政権に打撃になるのかならないのか、このあたりはどうご覧になってますか。直接的に政権への強い批判に結びついて、すぐさま共産党政権が倒れるだろうとか、習近平政権が瓦解するとか、そういうふうなことに今のところすぐに結びつくとは思いませんけれども、習近平政権としてはやはりこう人々の社会生活に関わる部分というのは、あのような切実な訴えにつながるわけですね。その高邁ななんとか主義とかですね、その言葉のレベルじゃなくて人々の生活に直結する部分は人々が非常に大きな強い声を上げてきますので、そのあたりに重点を置いて人々の要望というものをやっぱ踏まえないとやっていけない状態になるでしょうね。あのようなその声を上げる抗議活動っていうのは、これからも認めるといいますか、そういう姿勢ではあるんですか。もちろん認めるということにはできなくて、例えばこの間の運動などもおそらくですけれども、単にゼロコロナに反対した人々は捕まったりしないと思いますけれども、
政権そのものに対して反対、習近平に対して降りろと言ってのことを声を上げた方々は、うん、順番に捕まったり連絡がつかなくなったりするという声も、そういう話も聞きますね。ですので政権への反発はもちろん認めないということがありますけれども、生活そのものに関わる部分についてはやはり彼らの声が SNS でどんどん広がっていきますので、うん、そこまでも抑えるわけにいきませんから、まずそういった部分を安定するということができるかどうかが勝負になりますね。はい、そしてコロナ後の経済の回復については川島さん、どの点注目されてますか？やはり非常に難しいのは、今そのコロナの問題もありますけれども、やはり成長率が 3% ぐらいに下がってきて、人口の問題も切実になってますね、うん、そして加えて、バブルですね、ある土地を転がしながら、まあ、地方政府が財源を得るとか、ああいう方法もだんだん限界に来ているので、うん、まあ、ある種総合的な、なんて言いましょう、全体として不況という方向に、まあ、財閥力が強まっているところをどのように打開するのかというところが大きな問題です、うん、先ほど申し上げたようにまだ全人代のがこれから来ますので、うん、そこで経済に関する人事といいますか、はい、経済を担当する人々、まあ、劉鶴副首相もまだそのため多分辞めてしまうと思いますので、うん、その後任等も含めて、人事がどうなるのかということを見極めた上で、その後の経済政策がどうなっていくのか、うん、党が主導するのか国務院なのかということも含めて、そこをちゃんと見極めた上で判断するということになると思います、うん、今の段階では具体的な経済対策は見えないということですね。そうですね、中央経済工作会議見ても、まあ、もちろんその、国内においてちゃんとその措置をするとか、うん、外資にもっと来てほしいとかっていうことをもちろん普通のことは言ってるんですけども、うん、はい、米中対立もある中でどうですか、国際社会の中での中国、どのようなところが注目されますか？政権の1年3期目の始めの年でありますので、うん、何か大きなことを改めるようなことを今年やりにくいんじゃないかなと思います。まずは国内優先なんだろうと思いますね、うん、はい、また加えた世界からの見方も厳しいので、うん、いわゆるパフォーマンスで厳しいことをやるのも少し前よりは落ち着くんじゃないかというふうに思っています。まず中国へのイメージを立て直すことを優先すること。そうですね、そしてまたアメリカとも関係を落ち着かせて、あまりこう何かぶつかり合うようなことはしないような方向に、まあ、とりあえず1年目はですね、はい、3期目の1年目はそうですねかなというふうに思いますね。政治の安定と経済の回復優先ということですね。はい、と思います。川島さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝の聞きたいは、中国のコロナ政策と2023年の中国をテーマに、東京大学大学院教授の川島真さんに伺いました。